だからそんなんじゃないんですって。とにかくちょっとだけ冷静になって聞いてください。というわけなんですよ。海のそばの民宿で合宿ってことですね。ほとぼりが冷めるまで東京を離れろということか。その場所として陽子くんが実家の民宿を提供してくれる。うん、なかなかいい話じゃないか。何より海というのが素晴らしい。無理なく水着イベントに突入できるじゃないか。深淵かつ壮大な母なる海にて我が肉体の邪気を洗い流すことで我が輩のクリエイティブな魂も加熱することは必至。水着イベント承認じゃい。ターニャも賛成なのだ。前からスイカ割りをやってみたいと思ってたからな。なんかその話うさんくさくない？だってあの二人からの提案なんでしょ。もしかして口封じで私たちを海に沈める気じゃ。どこのマフィアですか。ていうかその気ならもうやってますって。とにかく私はパスだから。海なんて絶対絶対行かないから。浅野さん、ひょっとして海嫌いなんですか。好きとか嫌いとかの問題じゃないの。私はただ身の安全を第一に考えてるだけで。大丈夫だよお姉ちゃん。泳げなくたって遊ぶことは他にもいっぱいあるから。ちょ、言うの。なんだ、浅野は金槌だったのか。それだけ水の抵抗が少なそうなボディならさぞかし水泳が得意なのかと思っていたよ。どうやら我が輩の出番だ。イルカ2号という名は決して伊達ではないぞ。我が輩、泳ぎにはちょいとした自信があるのだ。浅野、我が弟子として泳ぎを教えてやろうぞ。いやよ。あんたみたいなのがまともに泳げるはずないでしょ。どうせ無駄な脂肪を浮き輪代わりにしてふかふか浮いてるだけよ。いや、我が輩本当に水泳は得意なのだが。とにかく嫌ったら嫌なの。行くならあんたたちで勝手に行けばいいわ。まいったね。全員で行かなきゃ合宿の意味がないじゃないか。時にレイジ君、君は泳げるんだろうね。ええ、まあ人並みには。よし、決まりだ。浅野、レイジ君に泳ぎを習いたまえ。それで問題は解決だ。え、どうして僕なんですか。他にもっと泳ぎが得意な人がいるんじゃないですか。いやいや、こういったことはレイジ君が適任だと思うんだよ。浅野、それでどうだい。どうしても教えたいって言うなら教えられてあげなくもないんだけど。若
りました。僕でよければ教えさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。殊勝な心がけじゃない。わかったわ。じゃあ、特別に教えさせてあげるわね。だから、しっかり教えなさいよ。夏美さんはどうなんですか？私、アウトドアはちょっと…ね。それにあまり日に当たると肌も焼けてしまうし、基地で留守番でもしていようかしら。あっちゃんお留守番なの？でも日差しだったらサンオイルを塗れば大丈夫だよ。それに新作のイメージも描きたいし、そうね、やはり基地に残ることにしようかしら。夏美さん、何か勘違いしてませんか？勘違いですって？そうですよ、僕アウトドアなんて言いましたっけ？合宿ですよ、企画合宿。新作ワールドエンドヘブンのための。気分転換に少し遊ぶことはあったとしても、基本的にこれはお仕事なんです。そうですよね、オワリさん。ああ、そうだぞ。だからこの合宿への参加は業務命令だな。仕事、業務命令。それなら仕方ないわね。本当は海なんて行きたくもないけど、企画合宿となれば参加せざるを得ないわね。私の知らないところで妙な仕様が決まったりしたら大変だものね。来てくれるんですね、よかった。どうしてあなたが喜ぶのよ。理解に苦しむわね。うわほー、夏美先生が浅草を出るなんて、これはまさに奇跡と呼ぶしかないイベント。わはーい、なっちゃんも一緒だなんて絶対に楽しいよ。大げさに騒がないで、これはあくまで仕事なんだから。夏美さん、あんたなんか変わったよね。ちょっと前のあんたなら、たとえ仕事だって言われたとしても、こんなイベント絶対に参加しなかったでしょ。別に私は変わってなんかいないわ。合宿に参加するくらい普通のことじゃない。言っておくけど、私は浮かれるつもりなんてないから。むしろビーチにいるリア充たちの愚かな浮かれっぷりを見ることで、私の魂はより強固なものへと進化するのよ。ってことは夏美、あんたはビーチに行く気なのね。そうなのね、そうなのね、行く気満々なのね。それは…へえ、混沌の黒天使様がビーチに降臨だなんて、本当に世界が終わるかもしれないわね。うるさいわね。あなたこそ、水着を着る勇気があるならせいぜいパッドをたくさん用意しておくことね。そんなの言われなくても分かってるもん。仲間っていいよね。一人じゃできることに限界があるが、7人集まればどんなことだって不可能じゃない。そうは思わないかい、エイジ君？そうですね。今回の合宿、若い男女が一つ屋根の下だよ。それも一
人じゃできないあんなことやこんなことやエロエロな出来事がいろいろと起こらないはずがない。いや、起こるべきだし起こしてみせよう。なんなら盛大に7人で大乱。ストップです。大江さん、それ以上の発言は普通にアウトです。大半が未成年なんですよ。裁判になっても僕、尾張さんのこと絶対にかばいませんからね。冗談だよ冗談。本気にするなんて、レイジ君、君はまだまだ若いね。何にせよ、沈んでいた空気がこんなに変わったんだから、お手柄だよレイジ君。君の合宿での活躍、いろいろと期待しているよ。そう、いろいろとね。ところで話は戻るのだけど、どうして宮城さんと陽子さんはこの合宿の話をレイジにしたりしたの？内容的には他の誰でもよかったのに。それは僕が一番暇そうに見えたんじゃないですか。あとお金持ってなさそうだし、だからお昼でもおごってやろうって。ああ、まあそれなら納得ね。確かに私たちの中では一番暇そうだものね。万年金欠病って顔してるし。いうのも時々レイジ君に何か食べ物をあげたくなっちゃうよ。レイジ君は宮城君と陽子君に同情されたというわけだな。レイジよ、ウビな、泣きたければ我が輩の胸を貸してやろう。レイジ、今度ターニャのチョコバーを分けてやるのだ。お腹が空いたら言うのだぞ。じゃあ各自準備もあるだろうから今日は解散としよう。明日の集合は朝10時に浅草駅だ。遅刻厳禁だよ。それと一応は新作の企画合宿だからね、各自新世界ゴーグルを持っていくように。さてと、急がなくちゃ。明日出発じゃ通販は間に合わないし、この近くで売ってるお店はないの？お姉ちゃん、何探してるの？あんたには関係ないっていうか、必要ないものよ。そうなんだ。一体なんだろう、気になるよ。言うのちょっといいかしら。なになに、どうしたの？なっちゃん、ちょっとこっちへ。本当？なっちゃん、それ言うのが協力するよ。バカ、声が大きいわよ。ごめんごめん、シークレットミッションなんだね。内緒にしなくっちゃ。ラウンジで合宿の準備をするのだ。レイジはターニャのお世話係だからちゃんと手伝うのだぞ。はいはい、わかったよ。にはやっぱり甘いものが必要なのだ。タチアナ、
チョコバーはまだしもガジガジ君はダメだから。っていうか無理だから。溶けて甘い液体になるだけだから。だったらクーラーボックスを用意するのだ。そこまでしなくたってあっちで買えばいいだろう。レイジはちっとも分かってないのだ。これは関東地方限定のガジガジ君チョコバナナ味なのだぞ。南房総なんて田舎じゃ手に入らないのだ。いやいや、そんなこと言ったら南房総の人に怒られるから。そもそも南房総は千葉県だから、思いっきり関東地方だし。なんと、それは知らなかったのだ。いつの間に地図が書き換わったというのだ。じゃあ合宿先でもガジガジ君チョコバナナ味は手に入るのだな。それなら一安心なのだ。今日は明日に備えて早めに寝るのだ。何日か合宿に備えてワールドプログラムをモバイル PC に移植するのをちょっと手伝ってくれないかい？面倒なのだ。オワリさん、やっぱりワールドプログラムを持っていくんですか？あんなことがあった後なのに大丈夫なんですか？ああ、それなら心配いらないよ。もう俺たちはアカシックに接続できないからね。新世界体験など起こりようがない。閉じた回線の中なら何の危険もないさ。それにほら、行き先が陽子くんの実家ってことはレイナの実家でもあるからね。今どんなゲームを作ろうとしているのかをレイナにも見せてやりたいっていうのが正直なところかな。レイナのためなのか？だったら話は違うのだ。ターニャも手伝うぞ。あ、よろしく頼むよ。作業は屋上の俺の部屋でやってるから。わかったのだ。早速行くのだ。レイジ君、見たかい？俺の演技もなかなかのものだろう。これが人を動かすテクニックというものだよ。オワリさんも不器用な人なんだから、もっと素直になればいいのにな。あれ、イルカさんだけですか？ユーノと夏美先生はシークレットミッションと言って出て行ったな。浅野はパッドがと上ごとのように言っておったが、最後は切羽詰まった顔で出て行ったの。イルカさんは合宿の準備は大丈夫なんですか？無論準備中だと。何ですかこの七つ星目視録灼熱地獄編って。よくぞ聞いてくれたぞレイジーよ。これこそが今回の企画合宿についてアカシックレコードに記された未来予想、いや予言師と呼べきものだ。目には見えない大いなる意志が我が輩の体にアクセスし、ここにその予言師を記そうとしておるのだ。はあ、つまり合宿のレジュメってやつですね。これがただの合宿メニューだと思うとは、レイジもまだまだ修行が足りんの。
違うんですか？当然だ。何せ7人の合宿での行動が分単位で決められているからね。そんなハードなんですか？例えばレイジ、お前は合宿2日目の朝目が覚めるとだな。違うんです、これは誤解なんですと叫ぶことだろう。何なんですかそれ、イルカさんの適当な予想じゃないですか。運命でそう決まっておるのだ、おとなしく受け入れることだな。デスティニあれ、夏美さんとユーナさんじゃないですか。あ、レイジ君だ。レイジ、よりにもよってあなたに会うなんて。ユーナ、だから近場はやめようって言ったのよ。だって電車に乗りたくないって言ったのなっちゃんだよ。だったらもうここしかないよ。はいはい、分かったわ。そうね、責任は私にあるのよね。レイジ君もお買い物？ああ、はい。明日の準備はちょっと。ユーノさんたちもですか？うん、そうだよ。って言ってもユーノはなっちゃんの付き添いなんだけどね。ねえねえ、聞いてよ、なっちゃんってばすごいんだよ。ユーノ、それは秘密よ。あ、そうだった、シークレットミッションだったよね。でもでも、デイジ君にくらいなら教えてもいいんじゃないかな。ダメよ、特にこの男はダメ、絶対にダメ、今はダメ、とにかくダメなものはダメなの。私だってまだ心の準備ができてないんだから。ふーん、そうなんだ。じゃあなっちゃんはなんで買ったの？それはだってあんなことがあった後だし、私後悔はしたくないから。それに生まれ変わったら少しは自分に素直になるって決めたから。なっちゃん、そっか、それなら他にもいろいろと準備しなくちゃだね。なっちゃん頑張ろうね、お互いに。ええ、言うの、お互いにって一体。いいからいいから。ということでレイジ君、ユーノとなっちゃんはシークレットミッションパート2を遂行しなくちゃならなくなったから、だからここでバイバイだよ。まあ、はい、お疲れ様でした。それじゃあまた明日ね。待って、レイジ、また明日ね。あ、なっちゃん待ってよ。
陽子さんに合宿の件連絡しなくっちゃ。ヘトヘトなのだ。いや、タチアナの荷物も持たされた僕の方がヘトヘトなんだけど。電車に乗ったのなんて何ヶ月ぶりかしら。駅からは結構歩かされるし、来るなんて言ったこと後悔しているわ。そんなこと言って、なっちゃん電車の中で楽しそうにしてたよ。面白かったね、大貧民。え、大富豪って言うんでしょ、あのゲーム。あれは大貧民だよ。ねえレジ君。そうですね、大貧民ですね。そう、あなたは優の葉ってことね。この裏切りはしっかりと覚えておくわ。いやいや、誰葉ってことはありませんよ。こういったゲームの呼び方は地域差ですから。ちなみに我が輩はあれを堕天使の宴と呼んでおるが、これも地域差なのだろうか。イルカさんは別次元の人ですから、もうそれで OK です。なかなかすごいところに来てしまったわね。ここがレイナとヨウコくんの実家の民宿か。なかなかどうして趣があるじゃないか。思ってた以上にボロいわね。トイレ洋式じゃないかも。だとしたら勘弁してほしいわ。シーズン中にいきなりこれだけの人数を受け入れられるなんて、よっぽどお客が少ないのね。そもそも営業しているのかしら。なんだかお化けが出そうなのだ。タニャ、ちょっとだけ怖いのだ。出るわよ、お化け。ごめんごめん、驚かせちゃったみたいね。ああ、陽子さん、すみません、お言葉に甘えてきちゃいました。うん、いいのよ。そろそろだと思って駅まで迎えに行ったけど、途中で入れ違いになってしまったみたいね。とにかく来てくれて嬉しいわ。レイジ君、
自分の家のつもりで思う存分楽しんでいてね。ん？なんかあの二人だけ特別に歓迎されてない？企画合宿ということだから、とりあえず二間続きの大部屋を用意しておいたけど、それで大丈夫だったかしら。二間続きって、男女が同じ空間ってこと？私も大丈夫かなとは思ったのよ。でも寝るときは襖を閉めれば仕切れるし、それにその方が面白いからって宮城さんが。いくら仕切れるって言ったってさすがに危険じゃないかしら。相手は変態と中二病変態とアルバイト変態よ。あ、変態トリオの誕生かい？これは光栄だね。ユーノは大丈夫だよ。その方が合宿って感じがして盛り上がりそうだしね。ターニャも別に気にしないのだ。まっ、この浅野さんに変なことをしようとしたら鉄拳制裁ってのはみんな分かってるだろうし、いいんじゃないの？浅野、それだけはないと命をかけて誓おう。右に同じなり。むむむ、そうはっきり断言されるとそれはそれでムカつくんですけど、まるで私に魅力がないみたいじゃない。みんなしてあっさりと了承してしまうなんて、私だけが自意識過剰な勘違い女みたいじゃないの。わかったわよ、二間続きの大部屋で我慢するわ。それでいいのよね？